山猫とピアノ生活始まりまーすと。山猫とピアノ生活。皆さんこんにちは。ピアノエンターテイナーの山猫と小鉄でございまする。かわいい、はい、ありがとうございます。小鉄さん引き出しめちゃめちゃお持ちですね、はい、何をおっしゃいますや。どこまで続くかな。いやいやいや、はい、いやでも絶対永遠に無尽蔵に出てきそうですね、はい、いえいえ、はいはい、じゃ寒くなってきましたね。そうですね、はい、今日はすっかり寒なって、うん、あの最近毛布がないでも寝れないぐらいになってきましたね。あ、私ねあのいっぱい着込んで寝たんですよ。そうなの。すぐに、ね、暴れてね毛布どっか飛んでいくんで。お子ちゃまやないですか。はい、まだまだ可愛い、可愛いですね。発展途上でございますね。発展途上で育ち盛りで。そうそうそう、素晴らしいです、はい、今日はですね、第43回目を迎えております。ほう、あ、今日はですね、はい、もう第44回目となっております。もう指より数多いからね、もう分からんようになってきたね。そうなんですよ、はい、もう結局こう何回目とかって誰も期待してないと思うんです、はい、私は自己満足なんですけど、はい、自己満足のくせに間違って。大事ですよ、自己満足って一番。自己満足の上に間違ってごめんなさい、はい、44回目、はいはい、今日はですね、家電スペシャル2ということで、うん、第2回目を、はい、先週、はいはい、新しい家電買ったんですよって、はい、私小手さんに自慢して。そうですね、もうだいぶ前になるんですけど、そう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 、思い起こせばかれこれな、うん年前のような記憶ですけど、そんな感じ、私も結構 ね、忘れてるんですけど、はい、ついついこう自慢話ってこう、はい、今日が乗ってしまってこう長くなってしまって、はい、いや全部入れられへんかったわということで、うん、再来週に持ち越しますということで、はい、でしたね。そうです、そうです、はいはい、その続きをね、うん、させていただこうと思います、はいはい、で先々週の、まあ、おさらいからちょっと勝手にさせてもらおうかなと、うん、そうですね、かれこれ思い起こすこと5年前電動歯ブラシが壊れたと、うん、壊れた壊れ方が、うん、あの止まらずにあの永遠に動きっぱなしで、ね、という恐ろしい状況に陥ったわけですね。壊れ方をしましたと、はい、で、うん、それの話を経て掃除機買ったんですって話。そうでしたね、 それがメインだったんですよ、はい、それで、結局お店行って、うん、思ってたより高いの買っちゃいました、うん、まあつい見え張りますからね、うん、じゃあまあまあそうですね、はい、そういうのじゃなくてね、やっぱ触ってみてこれっていうのに出会ったんです。そういうロマンチックな話だったんです。いや、そうやったかな、そう見えとかそんなんじゃない違う、はい、そうロマンチックな話をして、うん、で最終的に新しいの買ったんですけど、はい、その半年後にまた新たに掃除機買ったんです私。それは何、壊れたからというわけじゃなしですか。違うんです、これはね、はい、私掃除機買った後にですね、うん、とあるお家の、まあ、お金持ちの方に自慢したんです、はい、新しいの買って、のコータで、そう今のはこんなんで、したらそうや言うたら、うん、あ、うちも買ったわよって言って8万円のやつ、どひゃーたっか、何それ8万円の掃除機って何と思って、それでね私ね使わせてもらいに行ったんですよ。え、わざわざ、そう、その高いやつちょっと使わせてよと、はい、どう違うんやと。そうでね、その方がお買いになった8万円のやつは、うん、今流行り その外国の D 社のスティックタイプの、はあはあはあ、よく小鉄さんが言ってましたね、こんな用吸うやつがいいと、はい、そんなハンディタイプ そのバッテリーで動くやつ、うん、そんなちょろくさいのであかんやつ、ね、しゃらくせえよとおっしゃってた、まさにその掃除機やったんですよ、はい、で使いに行ったんです、うん、行ったらね、うん、もうね今のねその8万円もする掃除機はね、うん、超デジタル。あ、そう。なんかね、うん、あれなんて言ったらでしょう、画面がねもうカラーでタッチパネルみたいなのがついてるんですよ、掃除機に。いや、まあスマホの画面みたいなものがついてるんですか。そう、それで、はい、やでそのフィルター交換の時期ですとか、今なんかこういう状態で運転してますっていうのを画面で見せてくれるんですよ、ね、すごいね、もうじきさん喋りよるで多分。喋るのもあるのかもしれませんね、今やもしかしたら、はい、いやでもねそんなことぐらいじゃ私全然羨ましくないんですよ、うん、そんな別にそんな機能を私求めてないわ。そうやな、あんまり必要じゃないね、吸い込みはええんやから、ね、それはお金持ちやからそんな高いのポッと買ったか知らんけど、はい、それを求めて買ったのって思ったわけです、うん、まあ、そんなとやかく言わずに使ってみろと言われて、はい、うん、
使ったんです、はい、スティックタイプの掃除機使われたことあります？うん、棒みたいなやつでね、そう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 、すぐやるやつね、あの、うん、要テレビでやってる、うちにもな1台あるんですね、うん、はい、ありますね。あ、1台ってことは何台かお持ちってこと？いや、まあ、それとあのコンセントに挿すやつとね、虎徹財閥ですね、2台も持ってるなんて。お金持ちのプロじゃないですか。もしかして虎徹さんの家もその8万円のやつなんちゃうでしょうね。ちゃいます、そんな安物ですわ。あのね、子供がなんかこうね、下宿したりしてる時に持って帰ってじゃないですか。ああ、なるほどなるほど、そういう古い古いのね。そうね、私ね、スティック型は、うん、まあ、家電量販店で使ってみたことはあったんです、はい、うん、だけど自分の家というか、まあ、家庭内で使ったことがないから、うん、スティックタイプの何がいいかっていうことを体感していなかったんですよ、まだ、うんうん、でね、はい、スティック型で、まあ、D 社のやつやから、はい、そのサイクロン型でゴミがずっと中に溜まっていくのが見えるんです、その様子が、うんうんうん、それでね、そのお家も結構まあお掃除されてるんですけど、うん、ちょっとかけるとすぐもうゴミが溜まるんですよ。そんな綺麗にしてはるのに、してる家やのにすぐもうそのゴミが溜まる、そこクリア瓶っていう名前なんですけど、そこにめっちゃ埃が溜まるんです。それはなんか手品がマジックですか？それは今なんか今ちょっと私何か今気づいてないことがありますか？いや、マジックじゃないんです。はら、本当にだってその方は別に私にかわそうとしてるわけじゃないですから、あ、そうか、そう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 、何これめっちゃゴミ溜まって面白いやんってなったんですよ。ほいで、このゴミ捨てんのがまた簡単なんやと。へえ、でね、こんなにゴミ溜まったでって言って自慢したんです、うん、私こんなに掃除しましたよと、うんうん、そしたらこれな、ゴミはな、外に出て行って大きいゴミ箱の上でカパッと上げたらポトって落ちるんです、うん、簡単に。へえ、これで終わりや。あ、そう、そんな簡単に捨てられるの？なんか紙の袋を入れ替えたりとか。ないんですよ、そういうのはないの？ないんですよ、うん、でそのほこりまみれになってマスクしながら一生懸命掃除するとかいうような、はい、うん、なんかそういうイメージ、ね、状態でもないんです、まあ、全然体汚れなくて、はあ、素直にポトッと下にゴミが落ちていく、ほう、で空になるわけですよ。そしたらまた溜めたれって私は思うわけです。ほいでまたその家の家のあちらこちらを掃除機かけて、はい、またこんなに溜まったでって自慢しに行って、あ、ほな捨てようかと、ゴミまた簡単にお捨てになって、こんなに掃除が楽しいってあんのん。あ、なるほど、苦しみがなんか楽しみに変わったようなこの快感やね。掃除なんて苦行じゃないですか、まあ、めんどくさいもんですわね。めんどくさいですよ、あ、もうそろそろやらなあかんなと思ってやってたものが、ゴミがたまればたまるほど、なんかもうずっと掃除していたくなるような感じ、溜めたくなるんです、ゴミを。もっともっとどっかゴミないかと、自分で埃をね、体はちょっと払ってね。そう、はい、こんなエンターテインメント性あんの、8万円の掃除機と思って。あ、めっちゃ感動したんですけど、うん、でも8万円なんて私最近まあ掃除機買ったしね、もうちょっともったいないな。そう、もったいないんですよ、うん、そしたらね、はい、なんやろ、なんかうまいことね、うん、ちょうどその D 社のやつが4割引きかなんかかなのキャンペーンでドーンと、あ、こんにちは、じゃない、ございませんか。そうです、そのキャンペーンを売って4万円ぐらいで買えるキャンペーンがあったんですよ。そのお金持ちのお宅の8万円のもう一つ型下、型下っていうの、型番の下のタッチパネルがないバージョンのやつが、うん、どんなんいりまへんがな。 そう、いらん、そんなんいらんねんと思って、うんうん、4万円で買えるのと、うん、ちょっとしたらそのタッチパネルが4万円ほどするんじゃないですか。そう、それが高かったかもしれん。そんな4万円もするタッチパネルはいらんと、はい、で、いや、でも4万円が結構、まあ、買ったとこやから、うん、これ高いな、掃除機にね、そんな合計10万弱もかけるのもバカバカしいから、ね、そう。でもね、やっぱり宣伝ってうまいこと打つんですね、うん、例えばね、スティックタイプって、はい、スティックタイプやから、うん、バッテリータイプやから、はい、コンセントがないところで使えるんです。つまり例えば私ね、うん、車の中を掃除したかったんですよ。あー、確かにな、車の中掃除しよう思ったら、うん、家の中からコンセントさして、うん、あれちょっと届かへんがないそうパターンが、そんなんもあるし、ほいでそのこのコードが引っかかってもここやりにくいわとか、あとなんかずっとドア開けっぱなしでとかもそんなのもいろいろあってね、はいはい、いやいやわと思ってたのが、うん、あ、これ車にええなって、うん、確かにね、思ったのと、あとね、うん、階段の掃除です。階段はですね、うん、コンセントを挿したまま、うん、本体を一生懸命持ち上げながらガーガーってかけて、うん、で下の半分ぐらいかけたらコードが足りなくなりますね、うんうん、また上まで持って上がって上のコンセントに挿し直して、うん、上からまた下にかけ直して、うんうん、
これがバッテリータイプやったら、うん、まあ必要ないですね。そう、ええ、めっちゃいいやんと思って、毎日階段掃除しなきゃ、掃除しまくりやんと思ってそれで、ね、あとはねサッシの上とかカーテンレールの上です。あこれも高いとこやから高いとこ、ね、コードと本体を一気に持ち上げて掃除するの、うん、しんどいんですよ、うん、でもバッテリータイプやったら、うん、毎日でもカーテンレール掃除できるやんか、うん、まあ、うん、夢のような金やんか、うん、ちょっと小手さん飽きてません？いやーね、あんまりなんかテンション下がってない？気合入ってないですねあそうかそうか、うんうん、ちょっともっとテンション上げて、私のこのテンションについてきて、はい、そうほいでね、もうこれはもう、うん、買うしかないやんでしかもねセールってうまいこと限定でやりよるんです。あーなるほどね、この2日限定ですとか、はい、あそうですね、この使うならプラスなんとかがつくとか、そうそうそう、うん、布団ツールがついてます、はいはいはい、布団をかけるためのなるほど、ね、アタッチメントまでついて、うん、これ買うしかないわ。でその8万円の掃除機を使わしてもうた、その2週間後ぐらいやってるんですよ、ちょうどそのセールが始まったのが。なるほど、これ情熱が燃え盛ってるところに、なるほど、良いタイミングではありますね。そうなんですよ、で買っちゃったんですよ、はい、だから結局うちもその鋼鉄財閥と一緒です、2本持ち、はい、2台持ちはい、でもねこれ2台持ちって最高ですよね、まあ、両方いけるしね。そうなんです、それこそもう、うん、あの、まあ、ケチつけるわけじゃないんですけど、うん、その D 社のバッテリータイプのやつは、うん、これこんなでっかいやつなんで吸ってくれへんのって時あるんですよ、うん、素通りっていうか、うん、なんでっていう時あるんですけど、そういう大掃除というか、うん、こう気合を入れなあかん時には、うん、キャニスター型です、コードの、はいはい、で、うん、あなんかちょっと今目に見えてそこに誇りあるやん、ちょい使いね、そう、うん、その時はスティック型のバッテリー、うん、だからねうちの家ねめっちゃ綺麗になってるんですよ。感じます？小鉄さん。いやごめん、ちょっとどういうこと。いやいつも綺麗からそんなん気にならんかったわ上手いや本当小鉄さん上手ね。いやいや本当ですよ、うん、ええ、そっか。でもねさりげなく前よりは綺麗になってるんですよ、はい、いやごめんちょっと隅っこ指でこうなぞってみよう、あら山猫さんこのそう、それでね掃除ライフがね、はい、今めっちゃめちゃ楽しなってるんですよ。そう、そうやっぱいい買い物でした。4万円したけど、まあでも健康的なものですからね。うん、ね、なんか一個気になることがあってね、うん、そのご飯食べた後とか、はい、なんやかんやで1日3回ぐらい私掃除機かけるようになっちゃったんですよ。あらま、そう楽しすぎて、はあ、でキッチンとかもその食べかすじゃないよな、料理かすって言うんですか、ああいうのがやっぱ結構飛び散りがちやし、うん、でご飯パンとか食べたら結構その周り落ちちゃうのに、うんうん、パンはなんか落ちそうな感じね。そう、それにずっと気づかず生活してきたんですけど、ほこりとかゴミとか結構落ちてるんです気軽に。まあ落ちてますねそれはね。そう、でそれを1日3回ぐらいかけてるからね、うん、うちの絨毯、うん、なんかね減ってきてるような気がするんです。色が変わってきた。いやなんかねいやなんかふかふか度がなくなってきてるような気がする。なんかこう毛が抜けた感じ。そうそう、なんか楽しいんですよ、その吸うことによりゴミがめちゃめちゃ溜まっていくのが楽しいし、うん、昨日掃除したのにもうこんなに溜まるっていうぐらいほこりが溜まってるんですけど、これ裏を返せば絨毯抜けてってんじゃん。そういうこっちゃね、絨毯がだんだん抜けてんやでそれいやちょっと心配やわ、はい、そういうこともあるかもしれない、ね、それはあるわな。そうそうそう、うん、でね、ちょっとそれが今お悩みですけど、うん、まあいい掃除ライフを、うん、まあ、あのでもフローリングの上やったらね、うん、減るものはないですからね。これからもね気軽にいっぱい、うん、これからも綺麗な家を続けようと。ほんまですね、思います。はい、ということでここいらで1曲いっていいですか。お願いいたします。はい、寒なりましたと言いましたけども、一応季節はねまだ秋なんです。寒いね、寒い冬みたいやけど、実はまだ11月ですから、今日11月1日です、ね、なんか今年の冬めっちゃ寒いような気がするんだけど。めっちゃ寒い、急に温度下がったからですか、それともほんまに寒いんですかね。体が慣れてないっていうのもあるかもしれない、ね、それもあるかもしれませんね。小手さん、うん、今日完全に冬の装いですもんね。いやちょっと外雪降ってませんでしたか今日。降ってない雪はまだ降ってない。でもそれぐらい寒いのは分かります、はい、そうほんでね、だから秋の曲をね、うん、先週、演奏させていただいたもみじ、はい、うん、移りゆくその葉っぱの色とかをね、うん、感じながらもみじを聴いていただきたいなと思います、はい、お聴きください。秋の童謡でもみじ。Thank you.
ありがとうございました。こうしっとりとした曲がやっぱ秋は似合いますね。そうだね、やっぱりこうスポーツの秋、音楽の秋という感じでこうしんみり聴けるような気がしますね。そうですね、そうですね、はい、音楽の秋か。今日ね、実はね、うちね調律してもらってたんです。いよいよ、うん、調律師さん来てくれてたんですよ。遠いとこから来てくれはる、そう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 、あなんかシルバーグレーのおじいさん、そうそう、はい、ナイスミドルというかシルバーグレーですね、はい、ええ、のね、おじい様というか、まあ、おじ様が来てくださって、うん、はい、で音楽、これからの音楽業界どうなっていくんだろうねっていう話をしてたんですよ、うんうん、でその方ね、その調律師さんの会の時にも私申し上げたんですけど、まあ、結構お年を召しておられて、うん、でこの前もね、がんの手術なさったっておっしゃってて、あらま、そう、まあ、今復活なさってるんですけど、ね、ええ、もうお願いやから長生きしてくださいねって言ってるんですけど、はいはいはい、ええ、すごいね、今日不安げな感じで帰っていかれたんです。もうね、僕ももう年ですしね、うん、あのボケてきたりなんかしたらもうダメじゃないですか。なんでそんな器用なこと言うのそうって。いや、まあ、遠いとこからね、うん、わざわざね、うん、出張サービスですからね。そうです、そうです、うん、おいでね、そんな器用なこと言わんといてって言って、うんうん、はい、でももしね、僕がもうおかしなことしたら、うん、言ってくださいね、もう皆さん全然言ってくださらないじゃないですか、ちょっとおかしなことしてもって。なんかもうこの人切実になんか困ってんのかなと思ったら、もう悲しくなってきて、そんな言わんといて、ね、なんかね、不安を感じてらっしゃってね。いや、まあ、それは当然人間誰しもね、老いは来ますので、うん、来ます、それいつかはね、うんうん、でもね、多分私たちその演奏家もそうですけど、はい、調律師さんも何も言わずにさよならされる業種なんですよ。え、つまりですね、そうか、そう、だからもう閉店しますよという、あ、そっち側じゃなくて、ね、なくてそっち側じゃなくて、うん、例えば私も毎年行ってるコンサートで、うん、突然呼ばれなくなるっていうこともありうるんです。つまりもう今年が最後ですからねって言ってもらえない業種なんですよ。ああ、そうか、一応帰る時にはね、愛想でね、また来年も頼むでって言いますけどね。そう、だからね、うん、寂しいんです。だからこれがほんまに私があかんくて呼ばれへんかったのか、うん、はい、イベント自体がなくなったのか、で、はたまた何かその担当の方が変わられたのか、いろんな事情が、そういう意味ね、そう、いろんな事情があって、もんもんとしたまま呼ばれなかったっていうことだけが突きつけられる業者なんですよ。あ、そうか、例えばその演奏してるのに自分は気がつかないけども、ね、マネージャーの方もしくはその、ね、うんうんうん、運営者から見るとなんかちょっとそう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 、そういうこともあるけど、ここただあんたそれがあかんでって言ってもらえない業者なんです、はいはい、そりゃ言いませんわ。そう、あ、なるほど、言われてみれば怖いね。そうだから毎回毎回ちゃんと気をつけて、うん、であかんとこがあったら言ってほしいっていうスタンスでずっといるんですけど、なかなか言ってくれる人はいない、うん、言われてみればそうですね。そうだからね、調律師さんのその儚げな帰り方も分かるっちゃ分かるんですよ。だけどうん、私も同じ業種やから、うん、ほんまにあかんかったらあかんって言うのは礼儀やと私も思ってるからちゃんと言うんですよ、うん、はい、だけどね、不安があって帰られてね、ええ、大丈夫です、私ちゃんと言いますからって言って、何々さんがおかしなことしたら、うん、もうあんたあかんで引退やでって言ってあげますって言って元気づけて帰って、元気づいたかどうか分からないけどはあ、まあやっぱり自分ではちょっと不安がね、あ、なんか終わりになったのかな、まあ、確かに体も悪くされたっていうのもあって、うん、多分自信っていうのが揺らいできてはるお年頃なのかな、うん、はい、寂しいもんですね、うんうん、確かにね。でもちゃんとね、お別れは言って差し上げようと今日は誓いました、うん、約束しました、引導を渡して差し上げますと、そういう方のねいや、でもそれだけの信頼を置いてるんですよ。うん、やっぱりその方は多分私がそんなこと言わなくても自分で身を引かはる人かなと思ってるから、うん、そんな自信ないこと言わんといてって言って帰っていただいて、うん、でもね、今日もね、すっごいいいピアノの音に生まれ変わって、ずっと今年やっぱり分かりますか、その全然変わりました。全然ってことは長い間にちょっとずつやっぱずれてきてるんやけど、それは分からへんの？え、分かるんです。分かってた。分かるんです。でも何が悪いのかが分からない。私だから、つまりその体の不調、ピアノの体の不調は分かるけど、どこが悪いとか、うん、はあ、具体的にここがこうなればいいのにっていうのは分からない。漠然となんかちょっと気持ち悪いってなってお呼びするんですよ、調律師さんに、ちょっと直してって言って。そういうもんですか。そしたら、うん、で終わったとき、ちょっと弾いてくださいって言って、弾いた時に、うん、これこれこれが欲しかったのっていう風に
なるパターンなんです毎回。へーですね。これはまだちなみにこれ今日、ね、調律されて何時間ぐらいかかるんですか。まあ、人によるんですけどね、その方はその人によるし日にもよるんですけど、今日はね、4時間ぐらいかけてやってくれはったかな。あいやー、3時間ちょいか。あ、ほんまですね。急にあの同僚の小鉄さんですとか言って、知らん人が。いや、いや、どないしやってんかって師匠興味あるじゃないですか。面白いですよ。ほんでそんなこのピアノ弾いてる人とか家にある人ぐらいじゃないとそんな機会ありませんやん。そうですね。じゃあ一般庶民がそんなグランドピアノ家にないもん、次のじゃあ上律の時にはお呼びしましょうか。ほんまですね。いやちょっとだけでもね見たらそうびっくりするやろな。今日もでもね結構メカニカルな部分を結構触ってくれてたのが、あ、これが全然ちゃうかったんやっていうところやったから、やっぱそれはもう私たち演奏家にはもう思いもよ及ばない部分だから、全然音の出方変わったやんと思って、いいようにね、はい、だからまた来年もしっかりちゃんと来てほしい。はあ、まあでもそういう仕事をしてもらったら嬉しいね。嬉しい。もう全然 もっとその倍3倍お値段払いますって思うぐらい、いい仕事してくれてあるから、でもやっぱ勉強になりますよね。私もだからそれ以上のお仕事を毎回しなくては、なるほどということですね。ここへ行きましたね。はい、すみません、もう一曲だけ行きたいんですよ、お願いします。はい、今日はですね、もう一曲はキラキラ星、はい、即興的幻想曲をお送りしようと思います、ピアノの音がねすっごい綺麗になったのでキラキラしてますね。キラキラで行こうと思います。はい、はい、ではお聴きください。キラキラ星、即興的幻想曲。
ありがとうございました。ということで、今日もですね、素敵なお話をお付き合いいただきまして、はい、いえいえありがとうございます、はいはい、で家電スペシャルはですね、私まだ紹介したい家電がまだあるんです。あ続編に続くですね。そうなんですよ、はい、だからしつこくね、はい、来週も、家電スペシャル3をお送りしようと思います、はい、どうぞお付き合いくださいませ、はい、来週月曜日3チャンでお待ちしております。ありがとうございました。さよなら、さよなら。